はい、皆さんこんにちは。ですね、見てください、これ60です。ツンツル10ですね。三重県の方から当初からね、この車75作ったよっていう、動画見られて、まあたびたびよくコメントくれてた方なんですけども、で一応まあ今日はちょっとね、ちょっとねちょこちょこっと、例えばこういうウインカー効かなかったりとか、ハンドルのホーンが鳴らないとか、アンテナが折れてってどうしたらいいか分かんないとか、そういうところのこまごまって話とか、ちょっとやり方っていうのは、あの先ほど2時間ぐらいでジャ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 って触るだけ触って、で明日ハンドルとホーンが鳴らないのを最終的な取り寄せで直す動画を撮るんですけど、まあ時間も時間ですぐ日暮れてしまうんで、ちょっと車の方だけざっと見せてもらおうと思って、そういう紹介動画します。60これオールペンされたんですってね。ピカピカ、ほらほら、すごいですね。見てください、今度僕が初めて見たんですけど、これ観音になってるんですね、後ろ観音開きで。一応これはね、型式だけで言うとバン扱いですって。バンですね。すごない？この感じ。屋根もこのロールーフで、この車高の高さと、うん、映っても大丈夫？大丈夫？ほら、これかん、こっちも開けてもらっていいですか？あ、皆さん観音です。なかなか見れないですね。ほら、でね、まあオールペンしてバンジンやらもあのわーっとしてあるらしいんですけど、さっきも話してたんですけども、細かいところまでちゃんと手入れしてあるのが、このドアの開いた感じで全部わかりますね。板金塗装さんの、その塗装がどうのとかそんなんじゃなくて、細かいところまでちゃんと手入れて変え、ついでに変えてあるっていう感じで、すんごい状態ですよ。ほら、こういうとこ見ればわかるでしょ。もうほら、まあ、まあ浮いてますけど、すんごい奥までちゃんと丁寧にやられてるって話聞いたんですけど、まあやっぱ年配の方の板金屋さんで、まあ、昔からそういうやり方するのが当たり前だっていう方にお願いしたみたいな話を聞きました。6、7軒もあったんですって。まあ分かんないですからね、板金屋さんがどこがいいとか。普通やっぱ顔見知りでね、安心できるところに言われるのが一番いいね。まあ、うちなんかもそうですけど、こっちのこれお願いしたところ、ボディショップ福士さんって言うんですけどね、石川県野々市市の。すごい。先にすいません、あの、はい、エンジンかけるとこと、はい、ぜひボンネットの中エンジンルーム見させてもらえると嬉しいです。あ、エンジンえ、はい、消えましたか。もういい。すいません、あの、やってもらって言われるけど、ボンネット開けてもらってもいいですか？皆さん、これお宝の見納めですよ。僕自身も多分肉眼で見れるのは見納めですね、多分この機械が。いやー、すげー。はい、もちろんね、年数相応のちょっと疲れた感じは当然、そんなも当たり前なんですけども、こうやってちゃんとね、目の前でしっかりエンジンかかって、こういう感じで見れるっていうことが嬉しいんですよ。ほら、こんなもんね、ね、だからもっとピタピタになってね、オイルでおかしくないんですけども、全然綺麗ですね。まあ、こんなエアコンのね、リキッドダクトなんかエアコン修理したとか、そこら辺は話聞いたんですけど、どうですか皆さん。僕の世代から言うとね、60って言ったらまたもう一個先の話になって、せめて70のね、途中ぐらいまでがなんか適合範囲なんですけど、これ革命4灯っていうのはもう元から、あ、そうですね、
かっけえ。なんやこの感じ。前は、まあ、見てたんですけど、丸めったんですけど、なんか。では、前に別の丸めの60を持ってたってことですね。オートマだったんですね。あ、オートマ。うん、で、今回、まあ、これ、あの、なんとか手に入れて、購入されてから、オールペン出したり、いろいろ整備、修理に結構な時間とお金を費やしたそうです。かなり。いや、その、ドキンですよ。ほら、こんな感じ、メーター。で、距離が少ないんですよ、本当に。154,200。見える？はい。154,200。で、60ってあんましね、過去にね、1台、2台、ちょっと触ったり、売買に携わったことあるんですけど、よく見たことなかったんですけど、このインパネのこういう、この感じが、すごい面白いんですよ。で、綺麗。非常に綺麗。面白いんですよ、このメーター周りのこれが、パネルが。僕的には。はい、こんな感じです。で、ここら辺はやっぱりね、痛みちょっと見えるから、あの、自分でなんかオーダーメイドしたって感じでした。こういうの貼ってあるんですって、基地で。シート、これシートカバーなのかな、最初からなのかな。もともとこんなんな、このデザインがもともとこんなんのおしゃれな。はい、ここにフロントのデフロックのレバー、ここでリアのデフロックのレバーがここに1本ずつおるんですよ。初めて見たけど、非常に綺麗です。天張りなんかもね、多少まあ甘じみみたいなちょっちょってあるんですけど、もう全体的に見たらどうですかね、僕の中ではもう88点90点レベルの綺麗さですね。状態の良さ。本当は今日ルームクリーニングでね、お試しでしたかったんですけど、なんかちょっとねナイロン系の素材やったんで、心配でやめました。わあ、すごいですね、マニュアルで。これリアのドアは開けても大丈夫ですか。で、皆さん言っときますけど、僕60の知識なんてほとんどないですからね。で、間違ったこと言ってたらあれなんですけど、あくまでも知識乏しいやつが動画撮って根掘り葉掘り聞いてるっていう体で見てください。リアの形がほんと不思議。これ平べったい昔のサファリにちょっと近づくような、なんかね雰囲気醸し出してるような。ほら、これエンジン型式 2HN-HJ60V、 はい、ザクとは違うんだよ、ザクとは。STD のバンですって。俗に言う量産型らしいです。はあ、すごい。で、さっきね、下回りももちろん当然覗かせてもらったんですけども、綺麗なんですよ。あの、塗って綺麗になってるとかじゃなくて、もともとの素材が綺麗なんですよ。ほら、ガッサガサの腐食がな、あんま見られない。皆さん、助手席開けてもいいですか。あ、そっか、ボディ色じゃもともとこの赤系やったんや。いや、元白。ほんでもこのな、この、ここはベージュ系になるんで、この、赤茶色っていうか。白で、次に、青白になって、屋根が白で、ボディが青で。あ、でもあれ、コーションプレート見ればわかるね。面白いですね。ラッキー、おいで。おいで。はいで。皆さん、このね、これラッキーって言うんですけども、全然吠えないんですよ。全く。で、すんごい懐いてくるんですよ。おいで。勝手に。ありゃ、こっちは？おいで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 。三四郎さん、なんか皆さんに一言ないですか？はるばるここまで来られて。せっかくなんで、あの、カメラに向かって、記念に。いや、60いいですね、最高ですね。もう一生もんですね。
まあまあ山側にある温泉入って、一緒に今日車中泊このノリで一緒に車中泊して、はい、すごいですね。このツーショットはないわ。32年で現役っていうのがすごい。いやー、32年で現役すごいね。しかもまだ15万キロだし。はい、皆さん、それでは